はい、ご視聴ありがとうございます。山本周五郎作虚空遍歴その第25回2-6の後の独白続きから。あの方は6月に祝言をなすった。相手は岡本の娘でお京さん。周りの者はとっくに察していたことだし、岡本のご両親も待ちかねていたらしい。新国町の家を建てまして、新しく稽古場を作った。どういうわけなのかよくは知らないが、時はずをやめてご自分の昼夜節をおやりになるということだ。大和屋さんの話によると、それがあの方の長い間の望みだそうで、確かに一派を立てる値打ちのある浄瑠璃だということだが、そして今度の芝居にその証拠の一端が現れていると思うけれど、あの青田の持っている節回しと違うところ、また少し地味すぎる調子が世間の人たちにどう受け取られるか、私にはちょっと心配である。四番町のご実家や岡本がついているので、生活に追われるようなことはないだろう。したがって昼夜節がすぐ流行しなくとも困るようなことは決してないだろうけれど、それでもなお私にはそこが気にかかってならないのである。昨日は中村座へ行かなかった。そのため嫌な思いもしたわけだし、今日は頭痛がひどいけれども、あの方の芝居が始まる時刻になれば出かけてゆくつもりである。ことによると千秋楽まで通うかもしれないが、あの方と口を聞くような気持ちは少しもない。半四郎さんはそのうち無理にでも会わせるつもりのようだ。私があの方をどう思っているかということは半四郎さんにもわからないと見える。あの方と私との縁は現世のものではない、などと言ったところで、大和屋さんに限らず誰だってどういう意味か見当もつかないに違いない。今日は普段着で行ってつんぼさじきで見ることにしよう。あそこなら客も熱心に見る人たちが多いし、あの方の浄瑠璃がゆっくり聞けるだろうから。3-1昼夜が楽屋へ入っていくと、待っていたように半四郎が問いかけた。今のあれどうでした？半四郎は向かっている鏡の中から期待の目で昼夜を見た。気に入りませんか？あれとは何のことだ？今の幕ですよ。心中するところで新しい手を使ってみたんですがね。昼夜は頭を振り、私は今来たところだと言った。彼が精気の抜けたような乾いた顔つきで眉をしかめているのを半四郎は認め、化粧を落としながら、どうかしたんすかと聞いた。顔色が悪いっすよと言われて、昼夜は曖昧に微笑した。この舞台裏の騒がしさだと昼夜は沈んだ声で言った。これにはどうにも馴染めねえ。だんだん鬱陶しくなるばかりだ。私なんか未だにそうですよ。その楽屋は中二階の奥にある。上に立ち役のいる3階があり、下に2階の大部屋があった。一番下は作者とか鳴り物、奥役、その他の部屋で、人の行き来が絶えず、階段を上り下りする足音や人の声が、舞台で聞こえる鳴り物や次の場の道具をこしらえる金槌の音、また作者部屋の物や裏方などの呼び合うせかせかした声などが、渚で波のさざめくように休みなく建物いっぱいに騒音を反響させていた。人によりましてね、と半四郎は続けた。中にはこの音を聞くと、どんなに疲れている時でも体がシャンとなり元気が出てくるっていうものもあります。あっしにゃどうにも慣れることができませんけれどね。昼夜は
他のことを考えていた。昨夜読んだ新しい評判記のことを考えていたのだ。舞台裏の騒音もやりきれない。前には確かに魅力があった。その独特なざわめきを聞くと、一種の興奮さえ感じたものである。だが自分で芝居の中へ入ってからは、そのざわめきが情緒的なものではなく、舞台運びを狂わせないために寸刻のいとまもなく、動き回っている人たちの騒音だということがわかり、するとそれは舞台で演じられている人間の悲劇や喜劇が全く作り物であることを嘲笑っているように感じられて、耳を塞ぎたいような気分になるのであった。彼らは皆芝居が好きであった。好きであると同じくらい憎んでいたが、それでも好きであることをどうしようもないのだ。彼らの作り上げる舞台は、その幕が終わると同時に壊されてしまい、すぐに次の舞台が作られるが、それもその幕が終わるとバラバラに壊されてしまう。舞台で実際に演ずる役者や浄瑠璃語りには、たとえわずかにもせよ、その日その日で芸の新しい工夫や創作をすることができる。けれども舞台裏の人たちの仕事にはそれがない。少し誇張して言えば、徒労の繰り返しであって、彼らの成したことが残ることはないのだ。賃金の安さに比べて、その労力はかなり過重であり、賃金だけで家族を養っている者の数は少ない。にもかかわらず、一度ここの空気を吸った者は、一生抜け出すことができないようである。彼らが芝居を愛し、同時に憎むのはこういう条件のためであるようだし、舞台裏の騒音にはこの相反する二つの感情が含まれているのだと思えた。だが今昼夜の胸に仕えているのはそのことではない。彼は昨日新版の評判記を読んだ。芝居の評判記が出されるのはまちまちで、年に一回大阪の八文字屋から刊行されるのをはじめ、他にもその月によって幾種類か出たり、全く黙殺されることも珍しくはなかった。またその内容も一様ではなく、興行主や役者の提灯持ちだけに過ぎないものや、利害に根ざした嫌がらせ、故意に抽象するものなどもあって、真面目に批評する例はそう多くはなかった。新作の糸柳恋のおだまきは三種の評判記で公表されたし、観客にも相当受けた。浄瑠璃の評判も予期したよりもよく、芝居の表方と裏方のどちらからも初めての試みとしてはまず大当たりと言われていた。山本周五郎作虚空遍歴、その第25回、3-1途中まで、2021年3月4日。